医療通訳セルフトレーニング動画へようこそ。この動画の使い方を簡単にご説明します。まず、コンピューターとノートを用意しましょう。ノートを聞き手側、コンピューターをその反対側に置きます。準備できたら動画をスタートしましょう。動画を聞きながら必要に応じてノートテイキングしましょう。 それぞれのシーンではセリフの後に無音の状態が約3秒から10秒続きます。その間に通訳を試みてください。セリフが長かった場合や役がすぐに出なかった場合には無音の長さが足りないこともあると思います。その場合はスペースキーを押しましょう。 動画が一時停止します。再開する場合は、もう一度スペースキーを押しましょう。動画の再生がリスタートします。また、カーソルキーを使って動画の巻き戻しや先送りができます。左が巻き戻し、右が先送りです。それでは、 医療通訳セルフトレーニングのスタートです膀胱鏡検査今日はどうされましたか ?I've been having bloody urine on and off for the last week, so I've come here. とき、痛みはどうですか Not particularly. I just have reddish urine. わかりました。 痛みのない血尿が出た場合、さまざまな病気の可能性がありますので、精密検査をしなければ、詳細がわかりません。I understand. I'll have the examination. それでは、膀胱胸検査を受けてから、またここに戻ってください。検査室まず、検査下に着替えてください。 この検査は10分ほどで終わります。それではベッドで横になってください。まず。 ゼリー状の麻酔薬を尿道に入れますね。A bit scared. ほんの少し痛みがありますが、できるだけリラックスした方があまり痛みを感じずに楽ですよ。 内視鏡をゆっくり入れていきますね膀胱に生理食塩水を注入するので、だんだん尿意を感じますが、正常なことなのでご安心ください。 はい、り室にお戻りください結果は先生から説明します。 検査を終え再び診察室結果が出ました膀胱に血跡ができたため血尿が出ていますね「Doctor How can it be cured?」 このまま放置するとさらに重症化してしまいます。そのうち排尿困難や強い痛みが出るかもしれません。一番良いのは手術して結石を取る方法です。 It come out spontaneously? あなたの血石は結構大きいので自然な排出は難しいかと思います。 この状況が長くなればなるほど、尿路感染症のリスクが高まります。 血尿の症状がさらに悪くなったりします。I'd like to avoid that.I understand.I'll ask my office if I can take some days off. それでは今週手術する方向で考えましょう。今日、膀胱鏡検査をしたこともありますので、抗生剤を出しておきます。Thank you. 休みが確定したら、入院手続きをしましょう。I see. I'd appreciate your treating me. この動画が役に立ったという方、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。